こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。直近での馬毛島の購入に対し、防衛省は160億円での回収を見込んでいることはご存知の通り。だが、なぜ馬毛島が必要とされているのか。それは、第一に中国を見据えた防衛や米軍の戦略から来るもので、岩国基地から馬毛島まではなんと400キロと硫黄島よりも近くなる。このメリットと160億円をどう考えるかは、今後の周辺国の対応が念頭に置かれている。しかもその周辺国に対し強烈なインパクトを与えるのは間違いない。なぜなら、台湾から沖縄を通り鹿児島県のすぐ下に位置する島だからだ。つまり、第一列島線に沿った位置に軍事基地演習場を構えることができるからだ。では、その馬毛島で何が行われるのか。硫黄島と同様の訓練を米軍は実施する予定。馬毛島の売却が正式に決まれば、話はすぐに動き出す。だが、問題もあるので、馬毛島の話を詳しく見ていこう。戦国時代に西洋から鉄砲がもたらされたことで知られているのは鹿児島県の種子島だが、この島の西方海上12キロほどの場所に浮かぶ馬毛島が今後の日本やアメリカの防衛戦略上から注視されている。2020年5月現在、馬毛島は道東の大半 99% を所有する民間企業から国が約160億円で買収し、アメリカ軍の航空母艦艦載機のための陸上離着陸訓練を実施する予定地となっている。馬毛島を行政上から管轄している鹿児島県西表市サイドでは、こうした軍事施設としての利用に反対の立場を崩しておらず、また、これに反対する団体も多いが、政治的には、すでに既定路線と言える状態だ。そもそも、馬毛島は、現在では、所有者である民間企業の社員が居住しているものの、関係者であるこれらの人々を除けば事実上の無人島であり、国が所有者となれば、その利用方法に反対することは、もはや厳しい。ただ、現在の所有者である民間企業も、その所有の理由が、そもそも国への転売を見込んだものであり、これまでも政界工作などを行うなど、金とコネの問題は、元から見え隠れしていると早くから指摘されてきた。まあ普通に考えて、民間企業にとって大した下利用価値のない無人島をわざわざ所有するというのは、高値で転売可能なケースを想定してのことであり、これまでも国の石油備蓄基地候補地に挙げられたこともあった。これがいつしか防衛上の拠点として活用することが検討されるに至り、ことに近年は在日アメリカ軍の基地再編問題も絡み、厚木基地から
岩国基地へ航空母艦艦載機の拠点が移ったことで動きが再加速したものだ。現在、岩国基地を拠点としているアメリカ軍の航空母艦艦載機は、小笠原諸島の硫黄島まで、その陸上での離発着訓練のために飛行を余儀なくされており、約1400キロを超える距離の移動を行っている。これが搭乗員に与える時間的、体力的な負担はもちろんのこと、移動の飛行で消費する燃料などの経費も長距離である分、累積されていくと考えた場合には、少なからぬ経済的負担となっているのだ。これが馬毛島で実施となった場合には、岩国基地からの距離は約400キロと格段に近くなり、単純計算でも 30% 以下の負担とすることができると予想され、地理的にはこの上ない改善が期待できる。また、アメリカ軍だけでなく日本の自衛隊でも馬毛島を拠点とすることができれば、沖縄など南西方面の防衛拠点を分散化することとなり、増強著しい中国海軍に対する航空戦力の新たな拠点として有望だろう。馬毛島の軍事拠点化についての地元自治体から反対の声も理解できなくはないが、事実上無人島であることを踏まえれば、個人的には沖縄にほとんどの拠点を集中させ負担を強いるよりも有意義だと感じる。ただ、こうした反対意見も根強いことからか、現状のアメリカ軍の硫黄島に代わる航空母艦艦載機の訓練地の代替地としての使用にのみフォーカスされ、日本自身の活用に言及しづらいことは残念だ。それでも、政治的に見れば、手放しで馬毛島の活用を喜ぶだけでは済まされないと感じるのが、今回、国と所有者とが合意に至ったとされる、その購入金額に関する妥当性についてだろう。そもそも、国としては、かつて、馬毛島の価値を積算したことがあり、その当時示されたその金額は約45億円であり、今回の決定額が約160億円であることを考えればかなり割高で、購入したと言わざるを得ない。ただし、馬毛島を所有している企業は、一説にはこの約160億円の3倍以上の価格を提示していたとも言われ、それからするならば多少割高とはいえ、捻出する額としては想定内に収めたと見せたかったのだろう。国としてはすでに2011年の通商2プラス2日米安全保障協議委員会の文書にて馬毛島が硫黄島の代替地であることが明記された経緯もあり、アメリカとの合意の上からも早期の入手を図るしかなかったとみられる。期せずして2020年の新型コロナウイルスの蔓延はアメリカの太平洋方面での稼働可能な航空母艦がなくなるという事態を引き起こし、
これに伴う中国海軍の航空母艦、遼寧などの挑発的行動をも発生させた。日本は護衛艦出雲、加賀を回収してこれから導入する F-35B ライトニングに戦闘機を艦載機とする運用を目指しているが、この運用に際しても未発着訓練は必須のものと言えるだろう。これを行うことで少数とは現 F-35B ライトニング2戦闘機の護衛艦出雲、加賀での早期運用を実現し、日本単体での航空戦力の拡充を図ることは今回の新型コロナの事態からも急務と見て間違いない。加えて尖閣諸島などの島嶼防衛にも馬毛島の地理的な位置が非常に有効な意味を持つと期待できるのではないだろうか。